津市行政情報番組まるっとつガイドです。ずいぶん日が暮れるのが早くなったと感じるようになりました。この時期視界が悪くなる夕暮れと帰宅時間帯のラッシュが重なり、事故の発生につながりやすいと言われています。自動車や二輪車、自転車を運転するときは早めのライト点灯で、歩行者は明るい服装や反射材を利用してお互いに事故防止に努めたいですね。それでは今回のまるっとつガイドの放送内容です。街の出来事では、11月3日火曜日祝日、フェニックス通り周辺とメッセウィング三重を会場に、興味津々2プレミアム祭りが開催されました。11月7日土曜日、美郷町美郷にある美郷社会福祉センターで、第65回社会を明るくする運動小中学生の優秀作文発表会が開催されました。クラブ活動を通して中学校生活の様子を紹介するコーナー、僕の私の学校自慢放課後編。今回は私立東関中学校の男子バレーボール部と吹奏楽部を紹介します。10月に放送しました街の出来事から4つのニュースを再放送します。以上の内容で今回のまるっとつガイドをお送りします。